お前ごときが榊龍也に勝てると思うな。いや、榊龍也に勝てると思うな。どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。榊龍也です。さあ、本日なんですが、おっと、会津デッキ強くなりましたね。本当に強くなった。かなりね、環境とも戦えるレベルの性能をしていると思うんで、ちょっとまだね、その大会とかやってるわけじゃないから俺、わかんないけど、結構強いから、マジで使ってみてほしい。結構いい仕事する。デッキになってる。ティア入るレベルでやってることは強い。と思ってるんだけど、まあ、デッキはね、こんな感じのギミックになってましてですね、新パックの、予習放送とかでも散々パレ言ってるんだけど、この、オットアイズアークペンジャナムドラゴンと、この螺旋のストライクバーストっていうカードが、マジで強えと。まあ、とにかくこの螺旋のストライクバーストがね、マジでやばいですね。はい。これメインボックスの UR、なんですけども、3枚集めていただく必要があるので、絶対に。めちゃくちゃ高いです、このデッキ。で、螺旋のストライクバーストどういう効果が持ってるかっていうと、2個の効果からどっちか選んで発動できますよ。ちなみに単1制限はありません。単1制限がありません。で、オットアイズカード、をサーチするか、もしくは、オットアイズ、カードが存在する場合、フィールドのカードを1枚を破壊する効果。なんで、まあ、ペンデュラムスケール貼って、螺旋のストライクバーストって言えば、適当にサイクロンとか、相手のモンスターを破壊するようなこともできるんで、まあ強いと。で、さらに、オットアイズモンスターを手札に加えることができるんで、レベル7の。だから、このデッキだと、オットアイズペンデュラムドラゴンか、まあ、アークペンデュラムになれるから、まあ、最強と。で、アークペンデュラムは、これバニラモンスターなんですけども、このペンデュラム効果バカ強くて、自分のヘッド上の、表から表示のオットアイズカードが戦闘効果で破壊されたら、自分の手札デッキ墓地からオットアイズモンスター1体を選んで特殊召喚するという効果がついてます。で、これ、自分のヘッド上のオットアイズカードだと何でもいいんで、ペンデュラムの背に貼ってあるカードが破壊されてもいいし、モンスターが破壊されてもいいんですよ。で、戦闘効果両方とも対応してるんで、こいつ発動しとくとマジで硬くて、オットアイズ。で、今回のエースモンスターはね、これです。オットアイズランサードラゴン。こいつめちゃくちゃ強くなった。アークペンデュラムが来て、このモンスターを結構適当に、デッキまたは手札、または墓地から特殊召喚できるようになってるんですよ。ランサーのこの3番目の効果めちゃくちゃ強くてですね、自分のフィールドのオットアイズカードが戦闘効果で破壊される場合、代わりに自分の手札モンスターゾーン、ペンデュラムゾーンのオットアイズカードを1枚破壊できるよと。これね、身代わり効果があって、これ硬いんですよ。マジで硬い。で、しかもこの破壊効果に、アークペンデュラムの効果反応したりするんで、なんかね、破壊系のデッキであれば、めちゃくちゃ苦労すると思う。このデッキ突破するの。そんくらい硬い。で、しかも打点高いしね。こいつね。うん。オットアイズランサーが活躍できるのが、新オットアイズデッキの強みですね。で、他のギミックは、まあ、ランク7ギミックと、あとランク6ギミックと、あとイーサルウェポンと、あと融合ですね。が入ってるんですけども、全部強いです。もちろんランク7もしますけど、もう単純にね、オットアイズモンスターでビートダウンしてるだけでも、なんかすげえ強いから、結構やるよ、このデッキ。マジでおすすめだわ。オットアイズ好きな方は絶対組んでほしい。俺はちなみにオットアイズめっちゃ好きだから、このデッキめちゃくちゃ気に入ってんだけど。うん、ちなみに一番強いのはこれね。闇落ち。闇落ちエンタメイトガトリンクールがマジ最強なんで、こいつのパワーを見せながら、ランサーの硬さ見せていければいいかなと思っておりますんで、早速、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。明けましておめでとう。さあ、お相手の方、沢渡劇場の開幕。なるほど。ペンデュラムゲイズ。いいね、このペンデュラム対決感。いいじゃん。新年早々、熱いデュエルが繰り広げられる可能性があるぞ。ハンドツー。オットアイズ。ペンデュラムドラゴンサーチで。いや、いいね。いいよ。ちゃんとこれセリフなんだ。なるほど。で、オットアイズ、アークペンデュラムドラゴンをペンデュラムスケールにセッティング。そして、オットアイズペンデュラムドラゴンをペンデュラムスケールにセッティング。5から7のモンスターが同時に召喚可能。ペンデュラム召喚。現れろオットアイズアークペンデュラムドラゴン。そしてターン終了。エンドフェイス。オットアイズペンデュラムドラゴンは爆破する。そして年寄りのマイスを手札に加え、そして、オットアイズカードが効果で破壊された場合、オットアイズアークペンデュラムドラゴンの効果発動。デッキからオットアイズランサードラゴンを特殊召喚。よーし、硬い。これは強いぞ。ちなみにオットアイズランサードラゴンは自分のフィールド上のオットアイズカードが、戦闘効果で破壊される場合、代わりになんかカードを破壊できるという効果を持っている。天空の交際いいだろう。なるほど。あー、強そうだね。その動き強そうだね。この天空の交際をさ、でさ、ワイルドホープ割る動きマジでかっこいいよね。これめちゃくちゃ強いと思うわ。バックがね、やっぱりその、後ろ、セットカードが割れないんですよ。魔界劇団って。だから、まあ、汎用カードで割るしかないんだけどさ、なんか、嵐とか入ってるね、最近は。嵐とか、なんかダブルサイクロンとか、入ってる方が多いらしいですよ、どうやら噂によると。もう最近、ちょっと魔界劇団全然使ってないからあれだけど、なんかトレンドは、なんかその、スケールを、なんか嵐とかで割りながら相手のセカードを割っていくみたいな動きが強いらしい。サイクロン、やばいオットアイズランサードラゴンの効果発動。オットアイズランサードラゴンの効果によって、これオットアイズアークペンデラムを爆破したら同じこと起きるんじゃねえか。オットアイズアークペンデラムドラゴンを爆破させてもらうぜ。そして、オットアイズアークペンデラムドラゴンの効果発動。ペンデラム効果で、オットアイズアークペンデラムドラゴンをデッキから特召喚。どっちでもいいんだこれ。オッピリか。オッピリや。オッピリの方がかっこいいし。ペンデラムドラゴン、ちなみにオットアイズランサードラゴンの効果に単一制限はついていないぜ何回破壊されようとも俺は代わりにカードを破壊することによって死なねえ。オットアイズランサーの硬さは尋常じゃねえぜ。メロマドンナいいだろ。オットアイズランサードラゴンが今まではかなり出しにくかったんですけども、やっぱこのアークペンデラムの効果で簡単に出してこれるんでめちゃくちゃ強くなりましたね。先行オットアイズランサーっていう最強の動き、これがね、めちゃくちゃ硬い。破壊系のギミックを使うデッキ、例えばこの魔界劇団とかも破壊系のギミックなんですよね、これ。魔王降臨とかってのは破壊なんで、破壊は耐えることはできる、一応。はい。差し抜き？オッケー？差し抜き。で、ビッグスター。あ、やばい！これね、待って、2枚はやばいな。ビッグスター2枚はね、ちょっとやばいかもしれない。ちょっとやばい。やばい。実用破壊はできる、効果で。代わりに。オットアイズランサーの効果。これってさ、そっちしか割れない？これやばいくない？これやばいんじゃないのこれ。やばいかもしれない。やめて！やめろ！終わったー。そっち？ファンタジーマジック。そっちなんだ。もしかして気づいてない？これ、オットアイズランサードラゴンって、自分とそのオットアイズが破壊される場合代わりに破壊するみたいなことはできるんですけど、多分今ここで魔王降臨打ったら多分ね破壊できますよ。要はもう確定しちゃってるから破壊されることが代わりに破壊できないっていうことだと思います。多分オットアイズとりあえず螺旋のストライクバーストは発動せざるを得ない。オットアイズアークペンデラムを持ってこざるを得ないで、デッキから、よかったね、リクルートしなくて。でもエクストラデッキからも返していけば別にいいのか、どっちでも。関係ねえな、あんまり。デッキから持ってきて圧縮しとけばいいか。はい。でだオットアイズアークペンデラムドラゴンをペンデラムスキルにセッティング。そして、星読みのマイシュをペンデラムスキルにセッティング。そして、星読みのマイシュが、ペンデラムスキルに存在する場合、ペンデラムゲイザーの効果により、エクストラデッキのオットアイズモンスター1体をテイクダウンに加えることができる。なんかリンクスはエクストラデッキからペンデラム召喚すれば1体しか出せないっていうバグがあるからな。バグってるぜ。マスタールール3でもマスタールール3のルールに戻したらそれはそれで地獄みたいなこと起きるからまあこれはこれでいいのかもしれない。いけオットアイズアークペンデラムドラゴン、そしてトランプガール。これトランプガールぶちかましたら死ぬんじゃね？エンタメトランプガールの効果発動、闇落ちしていくぜ。うおーガトリングランシャーいけー。エンタメイトガトリングールの効果くたばれバコーンつえガトリングール最強すぎる。さあお相手の方、おっとファンサービスなんじゃないですか。ファンサービスはいりません、正直。ちょっと今ファンサービス求めてないです。螺旋のストライクバースト発動。ここでアークで、螺旋のストライクバースト3枚いるのマジできついな、このデッキでも。無課金の方だと組めないですね、これ。鬼ほど課金しないと組めないですね、これ。今さ、なんかメインボックスとかさ、なんかその脳死で3周してる人ってどんぐらいいんだろうね。世の中に存在してんのかな。オットアイズイーサルブ、危ねえ。でエンドオットアイズペンデラムドラゴンの効果発動、ペンデラム爆破してエンタメトランプから持ってきながら、アークペンデラムの効果で、まあ、ランサーでいいか、まあ、ランサーですね。一応ランサーが一番硬いんで耐性あるからランサーにしましょう。ほい、まあちょっと横に並んでるのが若干弱いっていうのが、まあちょっと弾に傷みたいなところありますけども、ただね結局ねこのねなんかその流血の魔術師はオットワイズ・ペンデラムドラゴンが破壊した時にエンドフェーズに持ってこれるスケール8なんですよ一応。それでしかも一応レベル7なんでね相性が良くて一応入ってるんですけど、正直ここちょっと抜きたいね、できればね。なんかそのもうちょっとなんかレベル7で攻撃力がちょっと低いスケール8のモンスターがいたら、まあ、エンターメイトとかがなんか一番欲しいかな。そういうのがいるのか知らないけど、いればその辺のカードが欲しいかなっていったところなんですけども、さあファンサービスどういう動きしていくんだ。とりあえずさパクンのやばくねこれもう。そういえばこれ待って、あやばい俺気づいた、これさモンスターパクられたらもうやばいんじゃね。ギミックポケットデストロイ、いいよデストロイ効果で手札が何、はいビスクドール、オッケービスクドールなるほどビスクでもまあ破壊はいいや、破壊は最悪いい、最悪破壊は最悪いいけどこれ待って、これパクられるのマジでやばいけど、でもレベル4の2体並べなければいけるか。でもこれ、ま、あの手からなんだ、あの手からはマジなんだ、テラーベビーだとマジでやばいぞ。まだあいつ消火器見つかってねえよな。ジャイアントキラーいいわ、 M 字開脚はいい、 M 字開脚はしゃあない。はい、どれ、じゃあいいよ、帰還しまーす、はい、ただいまでーすただいまーひょい意味ないって、ね、破壊するの意味ないっていう。なるほど、それ一応破壊するか代わりに。いやーこれでもなんか使わざるを得ないよな、これ使わなかったらなんかワンキル取られる可能性あるもんね。あでも守備表示だからワンキル取られないか。ネクロドル、大丈夫だ、じゃあ大丈夫、あんまねパクられはしない。オッケー、多分ねテラーベビー引いてないよ。じゃあテラーなし、オッケー。危ねえ、なんか今結構危なかった。アークペンデラム来た、アークペンデラムが来たがって感じだな。一応発動しとこう、でしょっておいた方がいいよな。レベル合わねえの6、7、8、なんか全然レベル合わねえなんかノーシで出していたかこれ。まあちょっとぶん殴れるしかないですね。一旦ぶん殴りましょう。こっちから殴って、はい。ランサーはね、殴る場合、トラップカードを発動できないっていうね、ちょっと隠された方が持ってます。はい。はい。で、エンド。あのカードなんだろうな。パルスボードとかかな。パルスかなんかだと思うんだよな。テラベビー。テラベビー、やばい。やばい。やめてよ、俺のモンスターパクるんじゃない、やめろ、死んだか。いや待てよ、でも1体どころかギガンテスドール、やめろマジで。人のモンスターパクるのマジよくない、これ本当によくない。死んだか待てよ、パクられるでリリースされた88、死んだか待てよこの2700が突破されるのか俺は。はいで88にしていく。でも待って3000打点だったらいけるか。3000打点普通に殴られるだけだね。ヘブンズストリングさいいやそれはいい。オッケー、耐えた。オッケー、危ない。これ何が来る？星読み来た。強い。星読みスケールセッティング。星読みスケールにセッティングしていく。で、スキル発動ペンデラムゲイザー。で、ペンデラムゲイザーの効果で、クリスタルデッキの表側のオットアイズペンデラムドラゴン系のモンスターをキーテクナに加えておけば、間違いはない。そして、スケール2から7のモンスターが同時に召喚可能。揺れろ魂のペンデラム、天空に描け光の悪、いけオットアイズペンデラムドラゴンをペンデラム召喚、そしてアークペンデラムをペンデラム召喚、トランプガールも特殊召喚。絶対パラスだわ、絶対パルスでエンターへとトランプガールの効果とトランプガールの効果によってフィールド上の闇属性モンスターと融合召喚を行うぜ。現れろーガトリング連射砲ダルおらガトリング連射うわーいいだろうバレンスも読んでいたここまで読んでいたおらよしすごいワンダムに入ったこれが俺様のファンサービスだ父さんこれが榊龍也流榊龍也流の龍也流ってめっちゃ言いにくいな榊龍也流のファンサービスよこれがファンサービスさあどうする父さんちなみに僕はあなたのことが尊敬しています、はい、シンプルにボムエッグなるほどなんだあいつまたパルスボムかめっちゃくせえんだけど交際来た交際効果あそうじゃあこれで俺のペンデラムスケールのカードは両方とも破壊されず対象となったぜさあオッドアイズアークペンデラムを爆破することによってデッキからオッドアイズペンデラムドラゴンをサーチしそしてアークペンデラムの効果発動アークペンデラムの効果によりデッキからいやまたは墓地からオッドアイズランサードラゴンは再び前に戻らせてもらうおらーそしてペンデュラム召喚現れろオッドアイスアークペンデュラムドラゴンこれあれだなエンタメイトガトリング2枚目入れとくべきだなこれ2枚目入れるわこれガトリング2枚出るわ2枚出しゃね多分もうほとんど勝ちだったからこのターンでパルスボムとか入れるどうでもいいからこれねこれがないからこれ多分ねガトリング2枚入りだねこれちょっと調整が必要的のはい、どうするさあどうするんだいこのオッドアイズ最強盤面を突破できるんかいだからこの盤面冷静に見たらめっちゃかっこよくねアークペンデュラムとダンサーとオッドアイズペンデュラムってめっちゃかっこよくないこれやべえなはい、はい、ネクロドルいいだろボムエッグあ88にするってことはい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 全然いいですよ全く問題はねえはい、でヘブンズ・ストリングスいいよいやいいけどオッドアイズランサー君の効果ご存じないランサー君の効果をあなたはご存知ではないはいはいああオッケーカウンターを置き出すねはい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 で次のエンドフェーズにカウンターが置かれるモンスターが破壊されるみたいな効果があるかそれをオッドアイズランサーで守ることもできるし何なら消せないかでオッドアイズランサードラゴンの効果を発動するぜランサーの効果によってオッドアイズペンデュラムドラゴンを破壊するバチコーンそしてオッドアイズアークペンデュラムドラゴンの効果によってデッキからオッドアイズアークペンデュラムが特殊召喚強いこのデッキ最強で草強すぎて草さあ遊戯さんの力借りよう遊戯さんの力借りて分からしていこうおいおいでデッキから龍脈の方を出してで攻撃表示に変更してバトルフェイズおい幻想効果発動しまーすさようならーうおー君も僕のファンになったかな王さん王さん君も僕のファンになったかなこれがファンサービスってやつですよさあお相手の方行きますの人ですねはいよろしくお願いしますさあ行きますの人ですねはい反動はまあ悪くないかまあ悪くはないけど良くもないみたいな感じかなこれもう一枚トランプガールじゃなくて最初はいいんだよトランプガールじゃなくてもお前は後でサーチするから今いらないんだよなまあいいやとりあえずアークペンデュラム持ってきてアークペンデュラムにアクセスしないと始まらないんだよアーペンでオッピーアーペンオッピーでペンショーオッピーはい横でオッドアイズペンデュラムドラゴンの効果でこれアドバンテージえぐいなターン終了オッドアイズペンデュラムドラゴンで破壊で持ってくるアークペンデュラムの効果発動これめちゃくちゃ強くねこれやってることこれ動きめっちゃ強いじゃん最強かオッドアイズランサードラゴンペンデュラム召喚じゃなくて特召喚、はい、これが硬いわけですよこれでオッドアイズランサードラゴンが、オッドアイズカードが破壊される場合なんか代わりに破壊できるっていう効果とオッドアイズアークペンデュラムが破壊された場合なんかデッキから出てくるよみたいな効果も持ってるんでめっちゃ強いとでやべえ、なんかレッドアイズ積んでなかったのがやばすぎるもんってきた。で、トゥーンブラックマジシャン、やばい。これなんだっけ、デッキからトゥーンブラックマジシャン以外のトゥーンモンスター相手は召喚条件無視して特殊版。なるほど。トゥーンブラックマジシャンがある。あちょっと待って。おい待て、破壊しろ。おい待て、俺のカード破壊しろ。おい何してんのお前何してんの